ペーハー式みたいので、あの土壌の塩酸濃度とか、4、5000円ですみたいな感じで。かかりますね。うん、で、一回やるのでも本当に。使ったことある？まだ一回も使ってない。家に置いたままや。ペーハー系は持ってんねんけどな。ここ、どれぐらいの酸、あれなの？何が？ペーハー。酸度？うん。6ぐらいはどれぐらいな？6ぐらい。そう、適当です。できたらね。測ってみようか。測ってみような、こういう機械に。水がいるやんね。僕は普通になんかあれで、うん、あのメチルグリーンとかいろいろ分かれてる普通の試験紙でやってる、うん、それ何が分かるんですか？ペーハーが分かる。ペーハーが分かると、あの、うん、あのやっぱり作物ごとに適したペーハーって結構あるので、ブルーベリーでも結構ある方だったっけ、なんかそういうの、うん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 、でもまあ大体6ぐらいだったら 6ぐらいだったらもうどんな作物も 6.5 から7ぐらいだ、うん。その試験薬とかって結構じゃあ家庭菜園とかでも売れそうですよね。あの今は普通にありますね。うん、僕はなんか本当にカーでペーハーちょっと変わってたりとか、うん、最近測った？測ってる。うん。それがケーキ。へえ。こっちの立派なケーキ。うん。この辺ね。どの辺だい？やっぱり作物の上の方がいい。ナスのやつはあじゃなくてもういいか。これから植えるところ、うん。これ今あのあれ巻いたんやけど。鶏粉とさっきのあのエブっていうやつは、はあ、じゃあちょっとある程度安定してからじゃないと刺した場所によって 何もしてないとこ行こうか。あ、そうですね、それが多分。どれぐらい何年ぶりに測るの？何年ぶりでこの辺何も測るこれやってガイガーカウンターはないの？ガイガーカウンターない。ガイガーカウンターおもろ。うちはいちいちペーハーどっちやな。シャカシャカって上がるんですよ。うん、7以下。濡れてるやろな、ちゃんと。もう一杯水汲んどこか。いや。6.5 ぐらいあるね。うん。まあ 6.5 とか標準ですよね。まあ7に近い。の。うん。水分。水分量も測れるんだ。こうしたら水分量。おお。6.5 ぐらい。6.5 ぐらい。うん。よし。もう何もしてない。うん、今年、うん、1回も使ってない。うん